はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、山梨県に来ております。山梨県の道志にある道志村にある木漏れ日荘という一棟貸しの宿ですね。こちらです。まずは概要欄 URL より前編を見ていただくとどんな建物かっていうのが分かりますので、ご覧いただけたら嬉しいです。すごくコスパがいい、ものすごく過去最高ですね。本当に過去最高のコスパだと思う。これは焚き火できて、目の前に川あって貸し切りで、バーベキューできて、コテージが綺麗という全て揃ってる状態で、1人7000円という素晴らしいコスパの宿に本日泊まっております。この後は少しゆっくりして、晩飯の準備をしようかな。そうですね、あ、楽しみだ。晩飯も昼間にも来たんですけど、夜雨降るかもしれないので、また散歩ですね。軽く、まあ、その辺1分ぐらい歩いただけなんですけど、やっぱ川が綺麗で、もうずっと見てられるんですよね。魚いないかな。うわー、ほんと夏場来たらこれやばいて。ここめずらしく昼間から焚き火しちゃいましたけど、薪も炭も普通に使ったら全然もう使い切れない量がサービスでついてますんで、いやー、もう一日中楽しめますよこれは。少しまだ早いですが、晩飯の準備をしましょうか。長い夜にしたいので、ゆっくり、晩飯を楽しみつつ、お酒を楽しみつつ、夜を楽しみつつ、焚き火を楽しみつつ、はあ、なんという時間だこれは。寝てしまいました。すっかり夜も更けて、いい雰囲気になってきてますよ。パッとネギを切りますか。今日切るのはこれとソーセージぐらいかな。ていうか包丁すげえ切れる。これ気をつけないと、気をつけない。やばっ、あ、これ怖い、もう止まるもん。あー、ちゃんと尖れてる。本日のディナーでございます。少し高めのお肉と海鮮を揃えました。はい、とりあえずボウルに氷入れて、水入れて、培養ですね、培養にいろいろとお酒を並べてみました。これがやりたかったんですよね。準備整いましたよ。では食べていきましょう。ネギみじんを焼肉のタレにぶち込むと、やばいっす。もう火力が高すぎて、綺麗な映像を撮ろうとしてるんですけど、やばい。トング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 、はい、一応高いお肉とかもハラミとかいろいろ焼いてます。いい色してますね。こちら高めのお肉でございます。いただきます。久々こういう肉食うの。うん、うまい。ん？今までで一番うまい。うまっ。続いてハラミ。え？やっぱハラミも最高だね。もっと買うべきだったな、ハラミ。超うまい。はい。そして豚カルビいただきます。え？豚カルビもうまいんだけど、どうしたこれ？え？ちゃんとおしゃれで使いやすいトングが置いてありましたよ。さすがよ、何から何まで綺麗に置いてある。ではビールいただきます。
キンキンですよ。止まらないっす。仮眠できたのでかいな。頭すっきりしてるからお腹もすごい空いたし、うん、あ、ホーヘージもうまい。はい、このエビをですね、皆さんにできるだけ熱々のうちに食べていただきたいから、水道を出しつつですね、水で手を冷やしながら剥くんですよ。こうやっていつもその先にあるうまさを求めて熱。はい、まだ熱々のエビをいただきます。これが本当うまいんだよね。本当うまい。うまっ。本当うまっ。そして私はこのもぎ取った頭の部分をですね、このように焼いて食べるのが好きなんですよ。本当毎回話してますけど、この部分ですね、セミみたいですけど、ここの部分がうまいんですよ。音聞いててください。音、味噌も入ってますから、たっぷり。うん、うまい。よく噛み砕いて、タレをつけてまたさらに焼いてみてます。うまそう。今日の豚バラ絶好調です。これすっごい美味しいんだけど、やっぱこれセットのやつ買わない方がいいな。はい、豚バラわさび醤油ですね。もう豚トロは最近全然美味しくないんで、豚バラわさび醤油に移行しました。うん、豚バラでいいっすね。うますぎ。何飲もうかな次。うわー、まだ夏か。ここは何飲もうかな。うん、何飲もう。バーベキューもいよいよ終盤に差し掛かりまして、最後の海鮮ですね。ホンビノス貝とホタテをいただきます。ホタテいただきます。大事に育てたホタテ。熱そう。ちょっと待ってよ、これ本当熱いかも。うん、うめえ。うまいよ。もうラストですよ。まだまだ食えるわ。ホンビノス貝いただきます。開きましたよ貝が。ホンビノス特有のこの果汁ってすごい濃厚なんですね。味がはい、ホンビノス貝いただきます。ジューシーなんです。汁全部こぼしちゃったんですけどね、まだ全然出てくるっていう。よいしょ。ああ、スルッと取れる。濃厚。これはハマるよ。バーベキューはあっという間に終わりましたね。まだこれでも10時という。そしてバーベキューの後は
焚き火ですね。近くに焚き火ができる場所があるのはでかい。あとはここで軽く飲む感じですね。たまらんよ。焚き火を囲いながら焼きマシュマロと、あーぼやける、暗くて、酒、なんて贅沢な時間ですか。熱いすんごい甘い、いい感じで焼けてる、ぼやける。いただきます。うまい、何個でも食える。マシュマロ焼くの上手になりました。もうもはや原型とどめじゃないですね。2倍ぐらいに膨れ上がってる。若干雨が降ってきましたね。先ほどまでバーベキューしててわからなかったんですけど、もうかなり寒いですね。かなり寒い。焚き火で暖を取るのがちょうどいいぐらい。もう夏過ぎたらあっという間に寒くなりますね。風呂入りました。あっちー、さっきまで激寒だったんですけどポッカポカです。ただ冷えないように靴下を履きました。あー最高だ。ではまた室内で軽く飲んで寝ます。今日は本当に贅沢な時間を過ごさせていただきました。ではおやすみなさい。おはようございます。朝です。あれうえ、そして寒いですけど、やはり森の中気持ちいい、空気が澄んでる。そしてまた川を見に来てしまいました。増量してるかな、どうなんだろう、わからないですが、やはり綺麗。ではシャワー浴びて朝食食べましょう。このおしゃれなケトルでアサリの味噌汁を飲むとさらに美味しいんでしょうね。本日の朝食でございます。アサリの味噌汁と、また飲まなかったスンドゥブですね。最近なんか夜スンドゥブ飲まないんですよね。朝食べちゃってますね。いただきます。ご飯も食べてゆっくりして最後に川に行きました。もうこれからの季節ですね、こういったコテージではなかなか来ないと思いますので、マイナスイオンをしっかりと吸収して帰ります。ではチェックアウトします。木漏れ日出ました。あっという間な時間でした。内容は濃かったけどな、内容が濃かったからあっという間だったのか。いやもう最高すぎて、夏来たら夏なんか予約取れないだろうな本当。もう今後予約本当に取れるか分かんない。たまたま
空いてたので来れてよかった、本当によかった。で、系列でポツンと層っていうのもあるみたいなんですよね。そちらもこうチェックしながら、また高くなる時期に泊まりたいかな。川遊びしたいですからね、チャプ飲みもしたいから、絶対また来ます。ここは最高でした、本当に。というわけでですね、今回の旅はここで終了とさせていただきます。贅沢な時間を過ごさせていただきました。よかったらチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。